パラドックスは、ドイツ出身のメロディックスラッシュメタルバンド。母国のスラッシュメタル形成期から活動しているバンドの一つ。1990年代初頭に解散するが、同年代末から活動再開。以降は主催、チャーリー・スタインハワーのプロジェクトと化している。チャーリー・スタインハワーとアクセル・ブラハを中心に1981年11月から行動を起こし、 ラインナップの固まった1986年2月にバンド名をパラドックスに改名。1987年デビューアルバムプロダクト・オブ・イマジネーションをリリース。これが欧州で上々の評価を受ける。1989年リリースのセカンドコンセプトアルバムヘレシーがさらに高く評価され人気を決定づける。しかしそれ以後、スタインハウアーを残して ラインナップが非常に流動的になり、ロードランナーレコードの契約も失って1991年に解散する。1999年、スタインハウアーは、久しぶりに、パラドックス名義で客演したライブを契機に威力が、蘇り、バンドを再始動させる。翌2000年、11年ぶりのサードアルバム、コリジョンコースをリリースする。そして、これからという矢先に、 メンバーの相次ぐ脱退、さらに妻が他界する不幸に見舞われる。スタインハウアーは、一気承知して後自身もビオマに襲われ、2003年頃には、活動が停止してしまう。2005年、スタインハウアーは一からやり直し、バンドの再建を始める。2008年に8年ぶりのフォースアルバム、エレクトリファイをリリースして、本格的に再開。以降コンスタントにアルバムを発表。 2016年結成30周年記念となるセブンスアルバムパンゲアをリリース。サンフランシスコ産のスラッシュメタルベエリアスラッシュをルーツとしメロディアスでドラマティック性を掛け合わせたサウンドが特徴。セカンドアルバム以降からはオリジナルメンバーがチャーリー・スタインハワーのみとなりほぼ自身のプロジェクトと化している。そのためアルバムごとのラインナップが流動的である。 2020年時点パラドックス Facebook ありがとうございます。